島ごとの胃腸は、長崎県津島市上津島町近区に生育する胃腸の巨木である。単に、琴の胃腸、または琴の大胃腸とも呼ばれる。推定の事例は1500年と言われ、大陸から日本に伝わった初の胃腸などの伝承がある。1961年には、長崎県の天然記念物に指定されている。古とは、津島北部の東海岸に位置する集落である。 古くから朝鮮半島との交流があり、大陸文化の入り口となっていた場所で、1471年に朝鮮で表された海東諸国記という書物に44個と記載されている。津島ごとの胃蝶は、相当州に属する長松寺という寺の前に生育している。この木は、岡部で、推定の樹齢は1500年といい、そのため、日本最古の胃蝶。 大陸から日本に伝わった初の胃蝶との伝承がある。古くから津島全島に存在を知られていて、古都の胃蝶は津島のお木き、銅の周りが30と5広と津島各地の地木唄で歌われていた。35キロという数値は課題であるが、よく目立つ木であり、1809年に書かれた津島記事には、沖より見れば茂りで山のごとしと記述されていた。かつてのこの木は、 幹回り12.5メートル、樹高は40メートルを測っていた。カメラマンで巨木に関する著書のある高橋博が2004年に測定したところ、樹高は23メートル、幹回りは13.3メートルの数値となっていた。1798年には落雷に遭い、幹が裂けて焼け焦げ、中に空洞ができた。この空洞には近年まで稲荷の祠らが祀られていた。 明治時代初期には近くの民家の火災で炎症する難にあった。その後蘇生して樹高は40メートルにまで成長したが、1950年9月の台風29号によって主観が折れた。度重なる災害にもかかわらず樹勢は盛んで、とりわけ健全な東側の幹からは父根を垂らしているほどである。地元の人々もこの木を大切にしていて、 かつてこと小学校とこと中学校は、胃腸を交渉にしていた。津島ごとの胃腸は、1961年11月24日に、長崎県の天然記念物に指定された。1990年に開催された、国際下と緑の博覧会に合わせて企画された、新日本名牧百選では、長崎県から、奈良尾の阿光と共に選定されている。 abcdefghijklm 新日本名簿百選194から195ページ abcdefgh 渡辺282から283ページ abcde ことの異腸日本の居住、巨木高橋広史ウェブサイト2013年3月24日閲覧エビ牧巻の88から89ページ ABCDE 長崎県の文化財津島ごとの、イチ長崎県ウェブサイト、2013年3月24日、閲覧。AB 津島の文化、県指定文化財、天然記念物津島ポータルサイト、2013年3月24日、閲覧。長崎県のお寺一覧2013年3月24日、閲覧。 ABC ことの大井町長崎観光ポータルサイト長崎旅ネット2013年3月24日閲覧35キロは約64.00800メートル ABCD 上津島町ことの大井町上津島の観光名所2013年3月24日閲覧記念物津島市オフィシャルホームページ2013年3月24日閲覧 新日本名簿百選、192から195ページ。新日本名簿百選、9ページ。新日本名簿百選居住と花のページ。寺西科学工業株式会社ウェブサイト、2013年2月15日、閲覧。ありがとうございます。